戦前から続く死傷窟に生き残る摘発から逃れた怪しいソロン、小山歓楽街。三輪生活。どうも、おはようございます。三輪生活チャンネルの管理人、三輪生活です。本日は栃木県の小山市に来てます。小山市は宇都宮に次ぐ栃木県第二の都市。人口は17万人で宇都宮と同じ工業都市です。こちらは小山駅です。在来線のほか東北新幹線も乗り入れており、東京まで40分、約 60km の距離にある小山市。宇都宮ほど発展はしていませんが、都内に出やすいです。悪い言い方をすれば中途半端な街でしょうか。小山市には何もない、そんなことはありません。ほら、こんな感じで駅前にスナック街があります。こちらは小山駅東口側です。ホテル裏手が飲み屋街となっており、スナックやキャバクラが点在しています。駅近くにはビジネスホテルがあります。工業団地を抱える小山市。出張で駅前に宿泊する人が多いのでしょう。こちらはそのようなサラリーマン選手のためのオアシススポットでしょうか。こちらには飲食店、エスコート店の無料案内所と書かれた看板があります。エスコート店って言葉は初めて耳にします。エスコートは同伴するなどの意味があります。キャバクラなどの接客業を意味するのでしょうか。どうやらそうではないようで、エスコート店とはエステ、風俗店、サロン、デリヘルのことです。要は性風俗店ってこと。デリヘル呼んだっていうより、エスコート店利用したって方が紳士的です。店の看板にデリヘルとか風俗とか書かれていると街の風気を乱します。このように言葉を変えて表現すれば、子供も安心して歩ける街となります。全然安心感のない看板。こちらはいわゆるセクシーキャバクラです。店名はスーパー料亭天女です。系列店を宇都宮で見たことがあるし、ずっと気になっていました。日本の文化であるお茶屋遊び。京都で舞妓さんを呼んで遊ぶと10万円以上かかるそうです。しかも一元さんはお断りなので、誰かの紹介でなければ利用ができません。私のような底辺に生きる下々の民草は、お茶屋遊びをしている知人がいるはずありません。そのため諦めていたんですが、それに近い店が宇都宮にあるんです。そしてこの店もそれの系列店。若干お茶屋遊びとは様相が異なりますが、お茶屋遊びとは違いハッスルもできるし、なんてったって料亭じゃなくスーパー料亭です。スーパー歌舞伎っぽいじゃないですか。京都ではお座敷セクハラが横行し、元舞妓が下流会の内情を告発していました。芸は売っても身は売らぬはずだった芸妓が、実は性的サービスをしていたんです。舞妓は16歳なので当然問題になります。でもこの店は何ら問題ありません。そもそもそのための店なんです。ハッスルありきの店なんで罪に問われません。やっぱり時代劇であるお許しくださいお代官様、あれってやつがこの店でもできるんでしょうね。お茶屋遊びよりも帯回しをやってみたいです。元はキャプテンってパチンコ屋だったようです。パチンコ店がセクキャバになる稀な例でしょうね。と思ってたら元パチンコ屋にクラブがあります。結構大きな箱ですよね。それだけ需要があるってことなのでしょうか。こんな感じで小山駅東口側は飲み屋街となっており楽しめそうです。しかしセクキャバはあるものの、これでは蛇の生殺しです。でも安心してください。パンツ履いてない人がいるのは西口です。こちらは菅神社です。スサノオ、大名口の尊、本田和家の尊の三神が祀られており、縁結びや復縁のご利益があるそうです。徳川家康がここで軍議を開き、関ヶ原の戦いに挑んだと伝えられているそうです。菅神社の隣、現在は裁判所がある地区となっておりますが、この辺りに小山町遊郭があったそうです。日光街道沿いで宿場町だったため、遊郭が必要だったのでしょう。
かつては人権をないがしろにされ、法的にグレーな業態の遊郭があった場所ですが、現在は法律を守る人たちの街になっています。唯一遊郭だったであろう情報は、電柱に書いてある新地の文字くらいでしょうか。そもそも小山町遊郭は人気がなかったようです。格式ばった遊郭よりも気軽に遊べる方が人気だったのでしょう。小山には視聴窟ができたそうです。こちらは城山公園です。こちらにはかつて小山城がありました。思い川沿いにある山城なので、地の利を生かした要害だったのでしょう。築城は1148年と言われています。お城は1619年に廃城し、明治になって議員の別邸が建てられたそうですが、現在は公園として開放されています。こちらは小山城跡のそば。ここの住所は城山町1丁目ですが、この辺りにはサロン的な店が複数ありました。おそらくかつて視聴窟だったところなのでしょう。戦後は青線街となり、売春防止法施行後にピンサロになったのでしょう。もしくはそんな歴史など一切なく、気がついたらソロン街になったのかもしれません。宇都宮から少し離れており、都内へも新幹線で40分の距離の小山市。ムラムラって来た時に地元で済ませられる店が必要だったのでしょう。そして都心からちょっと離れているけど通えない距離ではない小山は、見バレしづらい利点があるため、都心に住む若い女性が働きに来ていたんだとか。需要と供給が合致し、人気の場所となりました。でもそれらはほぼ壊滅してしまったようです。壊滅した理由は摘発によるもの。小山にあったサロン的な店は、埼玉の西川口の流れを組む NK 流の一派、いわゆる本サロと呼ばれる業態の店でした。町内に1店舗だけであればお目こぼしで営業できたのでしょう。しかし小山には20軒のサロンがありました。当然違法営業。店前には黒服が立っており、行き交う人に声をかけるのです。それが風俗街であれば問題ないんですが、住宅地域のため治安が問題視されていました。さらに一箇所にまとまってあるのではなく、ピンサロがいろんな場所に点在していたので、街全体の風紀が乱れていました。そのため、当局に目をつけられたのです。こちらスーパーホテルの前にある空き地です。私が小山に訪れたのは2013年でした。違法営業をしているサロンは2006年以降、各地で相次いで摘発がありました。当然小山も無傷ではなく、摘発に遭い、店舗数は激減したそうですが、2013年は現役で営業している店がありました。ここにはヤバそうな建物が建っていたのです。いわゆる風俗アパートみたいなやつ。2階建てでサロン店が何軒か入居していました。目の前の県道264号線は、有機街道とも呼ばれ、水戸と栃木をつなぐ主要道路です。地元の人もよく利用する道ですが、そんな道路沿いにある怪しい風俗店を、市民は望まなかったのでしょう。2017年に摘発され、閉店しました。このように、小山のサロンの歴史は幕を閉じました。ちょっと残念ですね。別に行くつもりはありませんでしたが、もうないってなると残念な気持ちになります。そんなことよりも、スーパーホテルの近く、性風俗店が多い。以前から気になっていたんです。スーパーホテルの近くって、若干治安が悪そうなところにあるなぁと。水戸でも裏手が性風俗街でした。小倉も近くにソープ街がありました。スーパーホテルはビジネスマン御用達のホテル。部屋は小さいですが機能的で使いやすく、天然温泉やサウナがついているところもあります。中にはクオカードがついてくる闇プランを提供しているところもあるんです。そんなホスピタリティの高いスーパーホテル、風俗店がそばにあるってのも顧客満足度を高めたいという表れなんでしょうね。小山のスーパーホテルの敷地内にはピンサロの看板が残ったままです。利用者を誘導しようとしていた感が否めません。
そしてスーパーホテルってホテル名も西口のスーパー料亭に通ずるところがあります。残念なことに風俗アパートは閉鎖しましたが、ホテル裏手にはマッサージ店があります。銀サロが壊滅した後は大陸系のマッサージ店が増えたそうです。時流に適応できなかった大山のピンサロは冷えてなくなりました。かつてのピンサロ街にはピンパブがあります。おそらくこれは営業しているのでしょう。でもまだ生き残ってるっぽい店も。当店はオール日本人女性で営業いたしておりますと書かれた看板、これまだ営業しているっぽいですよね。看板が比較的新しいし、優れた店舗とは様子が異なります。現在も営業が続いてるってことは、かつて大山にあった NK 流の末裔ではなく、健全な不健全店なんでしょう。戦前から続く師匠窟だった大山駅そばの歓楽街、そこに生き残る怪しいサロン。地方では外国人が一般的になっているのに対し、ここではオール日本人のようです。いつまでこの形式で続けられるか分かりませんが、このように大山駅界隈にはまだ魅力的な店が残っているようです。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。このチャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。